はい。はい。フェブラリステークスからですね。はい。行きましょう。<し>フェブラリステークスですよ。はい、ね。ちょっと出頭は多いですけど、出ない馬をさっ出ないってか、一応、出られなさそうな馬はたくさんいるんで、それを先に言うと、順面もして、えっと、どれだで。出られなさそうなのが、サンライズ・アリオン、ワールドコライド、ケンシンコウ、ウェルダー・アイメル、ペイシャ、S ・エス。 有力で言うとペリエールが厳しそうですよ。ペリエールああ。あれやな、あれやな、オメガギネス18でギリやねんな。これじゃあ16頭でしかもガイオフホースが繰り上がるから結構きついです。で,で、ジャスティンカフェは多分出ないんですよ。ジャスティンカフェは機種空白なんで。ジャスティンカフ,フェ出ないですね。で、一応今のところだからサンライズホークまでなんですけど。サンライズホークはまるやか出るな。 うん、出る。じゃ、だから、二等回避が出ないと、オメガゲンサは多分きついです。はそう、ガイアホースが結構、なんかこう、アクロバットな感じで出てくるんで。うん。オメガゲンサはちょっと前奏の方が痛いですね。に。シャマルも回避か。シャマルも確かんか出るのかなシャマル回避決定すじゃアルファマンまで。アルファマンまで。アルファマンまで。あ、出れます。ほんな出れますね。よかった。オメガギネスは出なあかんすよ。え、オメガゲンサ出られたら、ガイアホース出られるって ガイアホーースがレーティングでで出るんですよ。ああそうか,かあと1頭してよってことあと1頭そうですね出ない可能性があるのってあんまりいない気がするんではいそうです。あと1頭 1> <非> 1> なるほど空手はでもねコメントあるんですよね調教師コメントあるんですようんいや空手だーと出るってだってあの馬主さんもツイッターでつで、ま、つぶ、ま、やてたと思うな おあ<ー>まあだから多分それで<ー>だから一等除外でないとオメガギネスが出られない感じです、ね。はあえらいことやな。えらいことです出てきたらほぼ見えな,りましたなこ、はい。<laughs> すごいなまずね地方は3等出るっていうのも素晴らしいことですけどね。うんまずそうですねあ,あれはね面白いね今年どういうことかって言ったらもしオメガギネスが出れなかったらね公共戦力に領跡のある人気馬がいないんですよ。 おこれなかなか珍しいですねそれって、はい、いや面白いですこれ面白いですわいやなかなか面白いですねまあまず多分このまま人気しそうな馬っていうのはやっぱキング・ソーとかウィルソン・テソロになりますけどウィルソン・テソロ確かにねこれもでも乗り換わりかわいそうやなこれなんでなんですかねなんか落馬したいやいやだって選手乗ってたじゃないですかねえ落馬したのから乗られないかもしんないし、うん、先に決めとくみたいな感じなんですかね あもしかしたらそうかもしれんね。わかんないですけどね。どうなんですかね。わかんないですね。確かれ乗ってましたもんね。だってね。2着2着で乗り換わりやって、なかなかかいそだって別に手走路と喧嘩したわけじゃないから。他のもも乗りままくってすんほ他ののソ走路乗ってましたから、先週も。ちょっとなんで乗り換わりになったんかな。もし事情わかってる人はおったゃってほしいけど、まあ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 、それはいいとして、まあこのままね、近況考えたらチャレンジカップと、 えー、ちゃごめんなさい、チャンピオンズカップと、えー、東京大賞撲というのね、この2つのレースでの2着っていうのは、なかなかやはりできることじゃないし、しかもそのレースぶりが全く違うっていうのは、やはり評価できます、ただまあ、言ってもね、この 2, 2走っていうのが両方とも重いダートですから、うん、やはり今回、東京、まあ、東京戦六っていうのも2勝してるっていうのはやっぱいい,いいけど、ここまで強い相手にそれが通用するかどうかっていうのはポイントにはなってきますよね。うん、これ何ののレース買ってんのやろ、はい 条件級だった気がしますけどね、違うかも。条件級は確かなんですけどね。ね馬なりで勝ってた記憶がなんかあるの。一生クラス、一生クラス。そ,うんその時はだって軽いダート向きやなとかってちょっと言って,言ってましたからね。<laughs> 確かに <laughs>。時計も早いし。確かに、でも時計も早いし。ただ、やっぱりねこん、ここから時計1秒から2秒ぐらい短縮せなあかんわけやから。あ、天気どうやろえっ、ー、と、うん、まあ量やね、東京はねう、うん。やっぱそのね、 ここまで強いメンバー相手になった時に、その軽いダート戦力がどうかというのは一つのポイントにはなりますけど、でもそれでも2000、まだね、全然経験がない馬たちに比べて、2002勝というのはやっぱりかなり、ね、いい材料、いいですね。うんはい、一方ね、キング・ソードですよね、うん、こちらは本当にもう、まあ、こちらもでもね、あれやわ、軽いダートどうか、東京走ったことないけど、でもこれ、4走前の三宮ステークスで、うんあとまあ、 ね、ご5走前もそうですけどごあの、ミチュアルで1分50秒切ってるっていうのは、これいいですね、はいいや、49秒台で走ってるっていうのは、放送してるっていうのはいいし、まあ、ただ問題はやっぱりね、1六0やったらお、どっちを置かれるかはありますね,ね、そこがポイントやと思いますね。やっぱ 2000, 2000の距離延長っていうのを味方にしての、私、2走前の勝利やと思うので、そう考えると、やはり、えー、1600っていう距離がどうかっていうのはありますね。はい、うん でイグナイターですよねイ<ー>イグナイターは前走の JBC スプリントで1,000人の G1 を勝ちましたけど私は1,000人は合ってると思わないです。うん、これはやはり時計の1分12秒0っていう時計見ても分かるように多いのかなり重い芝重いダートっていうのを味方にしてのえー まあリメイクを倒した結果だと思うんですよね。けど、結果あの結果というか、1006の軽いダートっていうのは2走前の南部杯で2着。まあ、これレモンポップに2秒というね。とんでもない。着差つけられてますけど、レモンポップいないわけですから。うん、あの軽いダートの1006っていう舞台は、えー、いいと思います。しかもね。この馬は何といってもね。 東京戦六で新馬戦で圧勝したときに、うん、この番組の推しにもなってぐらいの馬ですからね,かね。すぐ地方行っちゃいましたけどね <laughs>、まあ。まあまあ、先週も喋ったかもしれないですけどね、その東京戦六の舞台にこうやって戻ってくる、G1 で戻ってくるっていうのはね、うんはい、新馬戦で片っから見てる馬が、こうやって G1 の舞台に地方馬代表として戻ってくるのは、なかなか面白いなと思いますね。いや、いいですね。いや、はい、いいと思いますね。うん、これはだから、あのーまあ、これもやっぱり有力やと私は思います。うんねうん うん、そのなんか地方ばのに東京で経験があるってのもいいですよね。うん、はい。うん、はい。で、ドライレイデー。いやー、これ馬もね、ダートでここまで走るとは本当驚きでしたね。うんうん、ムルザバイフは戻ってくるんですかね<あ>さっきコメントはちょっと来てましたけど、ドライレイデーのために帰ってきたみたいなコメントがあるんですけど、<や>これ、うん、間に合うんですかね、今週。どうなんですかね。で,でもなんで丸になってんのやろいや、ちょっとそれまだ登録してないから,らとかですかね。どうなんですかね。これ、ムルザバイフやったら本命級ですけど。うん うんうん、いや<ー>ムルザバイオ騎士とこの馬めちゃくちゃ合ってますよね。っっやっぱあのホープフルも勝たしたあの人やし、うんうん、いやあの,人あの人は合ってますよね、うん。乗るっぽいっすよ。短期免許でもパンキメイクが戻ってくるはずって。モリ<ー>ツが帰ったから。<ー>へえ<ー>す,す,すごいすごいすごい。いったらすああ、そうか。そうか。一人帰った分、飽きが出たからか。へえ いや、なんか、なんか持ってるな。<laughs> だって、普通、普通、普通、そうな短期メイクで、途中で帰っていかないでしょ <laughs> 確かう<に>。帰って、空きが出て、乗れるとか、めっちゃ持ってるじゃないですか。はい <laughs>。えー、ああ、すごいな。ね、ウルソンテソールもですけど、こっちも。こっちもですよね。まあ、まあ、これもね、その、チャレン、あチャンピオンズカップと、東京大賞典で。うわ、ダーと、こんだけ走るのかっていう、ちょっと驚きましたけど。まあ、やはりね、あとは軽いダーとか、どうかですけど。ただね。 一応言うてもシワの G1 がする前から軽いだと味方になる可能性まで感じるんですよね。よねうん、まあ問題はやっぱ16っていう距離はちょっと短いんじゃないかと思うから、うん、そこがポイントにはなりますけどただいかんせんこのまま先行力ありますからね。そうですね、うん。これ展開どうなりますドフランフああこれそうですね。これが短期かなって思います。結構なんかか団子っていうか ついていく馬はどうなんかなって感じでそれこそドライレ,レールとかまあイグナイターとかなんかなと思ってますけどなるほどそんなにペースは速くならなくそうそうですねということはねそう思いますそんなにゴリゴリ競り合うことはなさそうに見えますうんはいうん。なるほどなるねうんすごいな持ってるなだっ,いい、ね、いやだっていくら来たかってもね枠がいっぱいやったら無理ですからね、はいうん、いやすごいな一人帰って開くとかすごいな <laughs> <laughs> <laughs>、うん、でそうレッドルゼルこれね あのー、去年の、えーとか、これで4年連続ぐらいじゃないですか、<う>レッドルゼルで、えーと、フェブラリーステークス、4年連続の出走になりますけど、去年初めて3って来たんですよ、三やったっけ あの戦力に結果を出したっていうのはでかいし、あと前走もいいですよね、海外外の、えー、武蔵野ステークス、まあドラ、ドライスタートめちゃくちゃ強かったから、まあ、着差大きかったですけど、この,、ね、あの3着っていうのもいいと思うし、その後国内にずっといて、えーね、このフェブラリー使うっていうのは、やはり前走以上の状態でああの期待できると思いますし、あのこと年もこれは有力やい去年、これ一番人気だったでしょう。そうそう 三番人気って書いてあります。去年三番人気？三番人気って書いてあります。あ三番人気か。うん。あでも一昨年が一番人気でしたよ多分。あごめんなさい一昨年が一番人気です。そんな気がします。うん。そうそういや一昨年一番人気一昨年一番人気六着です。はい。で去年は三番人気で三着。はい。ごめんなさい二着二着二着ね。うん。まあい前奏内容見てもあのベストじゃないにしてももう東京戦六の戦六は全然こなせるっていうのはもう分かってますからね。はい。 これあれあかえ今週、なんか外国あるのかカタールやね。言われた、そうですね。あのノースブリッジやな、ノースブリッジ。あ、うんうん、あのあのサウジは24ですね。うん、ありがとうございます、皆さん。コメント助かります。うん、で、そうですね。レッドルゼロ。それでミックファイヤーですよねんすよ、うん。ちょっと前走はね、ちょっとショックな負け方をしましたけども、うん、まあでもね、やっぱダあのーうん、元もともとはね、JBC あのクラシックとかチャンピオンズカップ出たいっていうのが出れずに、うん、東京大商点になって、まあ、あれだけのメンバーと、まあ、ちょっとショックな負け方をしましたけど、まあ、ちょっと勉強にいい経験になったと思います正直、うん、あ,あのメンバー相手にね、うん、なんであの,ーまあまあ、あ,のあの負けを経験することによってうまく私は強くなっていくと思うんですけど、まあ、ただやっぱり舞台が今回ねその、あのー、東京に変わったっていうのがどうかただねこのまね 前走の東京大笑点の時のがババ重すぎたみたいなコメントちょっと言ってますよ。<ー>ちょっとそれはねジョッキーか調教師かちょっとちょっと記憶あれやけどイコール東京の軽いダートだな,んでかなんでかってかって地方でも道端の時めっちゃ強いから、ね、軽いそうなんですよ。であのダービーグランプリこれ2走前も、まあ、マンダリンヒーロー マンダリンヒーローをまあまあ破ってるしこれ軽いダート盛岡で買ってるってこと,と,ことはだって盛岡のダートは、えー、と東京よりもっと軽いですからねうん、うん、なので東京の軽いダートっていうのはこれかなり実は魅力的なんですよちょっと抑え込んでくださいねまあんねあとはこれは私はあのーうん、あの無視は全然できひんなと思いますね、まあ、うん、うん、そうやねこれで、ね、んでこれミカモの機種 これも下ろされたのかようわからんなん。スピーディーキック持ってます。ね、おあれかな前、な先にこ約束があって、ああ、うん、戦略やな。多分先戦略やな。うん、うん。そうやね、そうやね。スピーディーキックはだって去年もこのレース出てきてるからね。う,ねうんうんうん。で、去年は、まあちょっとね、不利もありましたけども、まあ、ただね、やっぱりスピーディーキックの方は私は軽いだとかどうかっていうのは、やっぱりちょっと去年は、去年も心配が残る結果やったと思いますね。はい、ちょっとでも時計か,かってほしいっていうところやと思いますね。 ミックファイヤ、あのーは私は軽いだあオッ OK やと思うので、えー、そのむしろ多いから東京へのコース代わりで、えー、なんか。 新味見せてくれへんかなっていうふうに思います。うん、だミックファイヤーの場合は少しでも芝を走るのが初めてなので、はい、そのスタート地点の芝でダッシュがつくかどうかっていうのはポイントだと思います、ね。長距離はむしろプラスだとか言ってます。飛びの軽さから飛びの軽さからもって言ってます。やっぱりやっぱり軽いダート向きですよ。そんな言ってくるってことは。そうだからスタートチョーの芝や軽いダートはむしろプラスだと思うって言ってるんで。強いコメントやな <laughs> いや。結構いやまあまあ面白いな。いや面白いな。いやこれ渡辺長距離っていうのはなかなかねあのうん。 まあまあ、ミックファイヤーで有名になったけどその前からやっぱええ馬いっぱいおってね<ー>私一回厩舎で馬見してもったことあるんですけど<ー>、うん、あのすごい親切にしてくれて、うん、あのいや頑張ってほしいなと思いますね。はいうん、であとはどうですか<あ>もちろんねもしオメガギネスが出走かなうんやったらね、はい、やはりその2走前のグリーンチャンネルカップの強さっていうのはやっぱこの東京戦力での強さ評価できるしまあ前走のね東海ステークスっていうのは正直勝ってほしい。 ね、レースではあったんですけど、でも結果負けたってことは、イコール1008よりも16の方がいいんじゃないかっていうことにもつながるだけに、まあ、前走の敗戦っていうのはむしろ今回につながるもんではないかなというふうに感じるんですよね。はい、まあ、だからこそね、やっぱ東京16っていう舞台の G1 っていうのは、ぜひとも出走したいところではあるんですけどね。はい、しかも、でもこれもなんで恐ん、戸崎翔さ確かにかわいそう。<laughs> やんそんな悲惨な乗り方してなかったと思いますけどね。いやいや、別に。 ねえそこの一1回負けただけで下ろされるとか結構厳しいけどな、うんはい、だってデビューからずっと乗っててしかもねえドライスタウトとか捨ててこっち取って下ろされるってもう目にも当てられへんけどなかわいそう選手,勝手か,っすかわいそうやな,、はいうん、なんかわいそうやなこれな、うん、めちゃめちゃかわいそうですで他タガのビューティーがいますけど あまあそうですね、先ほどレッドルゼルの話をしましたけどね、はい、その武蔵野ステークスでレッドルゼルに先着してんのが、タカノビューティーですからね、ちょっと前走の,あのネギステークスが負けすぎなんか嫌なんですけども、まあ、これ、なんでこんな負けたん、ね、いやー、負けすぎでしょ、これ。ペースが遅かった。いやー、でもそれでも負けすぎですけどね。参考外ってうーん いやちょっと、いや、いくらなんでも負けすぎですけど、まあでも、まあ確か三35秒台なし使ってるっ,ってことは、やっぱまあ確かにな、物理的に厳しかったっていうのは確かに思いますけど、うんうん、まあまあ、そう,そう考えるなら距離一波乱伸びるのはやっぱりいいなと思いますし、うん、まあ東京の申し子やからね、うん、まあ展開が向けばっていう話ですけど、でも先ほど話したように展開は前なんですよね。そうです、ね。先行馬は少ないですよ。G1 ってことを考えたらだいぶ少ないと思いますよ。うん、だって、うん、そのドンンフランキーは 行くけどでもこれはもうなんか、うん、これはだってもう千人を使ってた馬やからもう嫌でも行ってしまうと思うんですよね。ほんでまあ言ってもその後がねやっぱ遅いなとペース遅いと思うそうでしょうね。っていうことはこの千六でもやっぱ上がり早くなる可能性高いと思うんで、うん、差し馬っていうのはそのにしのぐ上がりを使わなあかんっていうのはちょっとやっぱポイントにはなりますよね。うんうん、あとサンライズホークいますよね。うん、これねあのー、もともと先人の馬やったんがここ2層の地方の千四めっちゃ強に変わ、うん キャラ変したんですよね。はい、でも地方の専用強いってことは中央の戦力にちょっとつながるんですよね。中央の軽いダートの戦力やったらこなせてもっていうのはちょっとありますで、心の理想の強さを考えたらこれ印なさすぎですわ。うん、うん、確かに、うん。これなんでこんな全員ノーマークなのそんなわけないよな。いやあれやな、関西スタッフも全員ノーマークやなの。これ何も無視されます。出えへんのかいや、一応出られますけどね、これコメントどうなんですかね。でももデムーロも もうなんか丸になって泣いてないし、これ出えへんのじゃあ出えへん出ないんですかね別のとこ予定してるんですかねもしかしてどうなんですかね,すね皆さん、あの、ンサンライズホークの、あの、あれがありますよこれが出えへんやったらオメます、お目が出れますよね。出られますね。まあでも確かに調教師のコメントないっすね。ない。おかしいな。ああ一応調教,教のなんか、あれはついてますわ。あの記者の調教チェックはついてますわ。あー うん、出ない可能性もちょっとなんかでもなんかいやだってこれだってデムロキシュで練習しててデムロキシュが乗らん理由ないしおかしいよねだってデムロキシュあーえあーな,るなるほど浦和でしたっけ、えー、地方の方行くってことどうなんですかねまあまあいやこれが出るか出ないかでオメガゲネス出るか出ないかってめちゃくちゃめちゃくちゃ変わるよな、うんはい、まあまあもしサンライズ方クが出てきたとしても私はその地方あの専用 えーまあ、こ,こなしてる分の,その東京戦力の魅力はちょっと考えてますよね。うん、あすいません、一頭見落として、ペプチドナイロもいるからこれもまあ2番手とかですか、ね、これはそうですね、あの前奏の乗り方考えて、私は今回、まあまあ積極的に乗ってくると思います。うん、なので、さすが、まあ、にドン・フランキーの鼻を叩くまではいかへんかとしても、まあ、2番手のでいくと思います、ねでんい。これでこれも出られるんでごめんなさい うん、ペプチドナイルもねそのこれでも軽いダートがどうかやなそうですね、うん、やっぱ前走の巻き方見てもやっぱ重いダートの方がいいんじゃないかっていう巻き方しましたもんねこれでも東京はこれあれでしょ2100で勝21ってるんじゃないですか私はそうやわ記憶があるっすなんかそうっすはい3勝クラス,す<ー>スだから東京問題ないわはい、うんうん、1006でね1008でかあの軽くなってんやったら1006でっていうのはちょっと思いますけどねちょっとねなんかうん、うん 無視できなそうな馬が多いっすね。全部の名前書いたところはブックにはないんすよ。そうなんですよ。ブックにはないんすよね。あと確かに、初ダート、あとはもう初ダート組みたいな感じですかああ、いや、初ダートはわからないっすわ。ライアホースとかね。これでも長岡騎手のねな、あれはあれを思い出すぞ。やばい、ケイティブレイブを思い出す。ああ、確かに。あれ何年前 ?4 年前や、4年前。ね、二着。4年前、これあれですよ。そう、16番人気2着。これすごいな、長岡騎手。 杉山春樹社一緒ですもん、も多分ね。<ー>ちょっと、ちょっとわかんないですもんね。あと、とかあのシャンパンカラーも多分初だと思い、ね。ああ、そうですよ。まあ、言ったら。うん、そうですね。いやー、この辺は分からんな。まあ、もちろんね、あの陣営も。ね、色気がある。色気があるからこそ、使うわけですからね。うん、うん。使ったらいい。 あと初アドと空手もそうですけど、まあ、その辺空手は初アドじゃないですよねあ違うかそっかうんじゃあいいかってかあとそうですねアルファオームの延長どうですかねああなんか足だけ見てると割と戦力いいねって感じですけどねでもやっぱ戦にでも足使ってるまやからああなるほどなうどうなんやろうなずっと上がり最速ですけどいや確かにね普通にそのレースばっかり見とったら戦力いいですね いいいいたいなと思ううんでですすけどそそのの前に 1, の成績がいっぱいあるからねそうですね、うん、やはりやっぱりその調教師もこの距離は少し長いかもしれない<ー>ってコメントはありますけ、ね、どいまあでもここまで人気なかったらっていうのはちょっとありますけどね、うん、全く人気なさそうですもんね,そうですねチャンスあるのは多そうですね、うん、まあドン・フランキーも花切りますけど確かに1600はもちろん長いと思いますけどでもね3層前の あのプロキヨンステークス、これ、前半33秒9でいってリメイク完封してるんですよ。まあ、この33秒9というラップは、もちろん前半に芝があってのタイプなんですけど、だからまず、あの芝スタート問題ないっていうのが一つと、えー、プラスね、このペースで専用逃げ切るってことは、で今回、展開的に見ても、まあまあ楽にいけそうと。ねえ、どうんうん、そうから出てんこれ、はいうん。それはやっぱ怖いですね。うん、京都の軽井ダと得意にしてるわけやから、東京も間違いなくプラスです、軽井ダとはね。うん まあでもね、できればやっぱ雨とか欲,、ね、欲しいところなんですよね。ね。名称、あれ、道悪ュアル、名称ボーラーの時どうやったっけな、おか不良どっちだったかな、なあまる道チだったんですけど、うんあれ、あれ、あんな、なんかイメージはありますね。うんうん、あの時は確実に道悪味見方になってますからね、名称ボーラーね。はい、そんなとこかコメントで、まあ、積極、ちょっとここまで相手が強くなるときついですかね。<ー>実績はあね,あのね。まあまあ、やっぱね、すごい足も持ってるし、確かに走る時の強さはすごいんですけどもね、あのー、 まあ前崩れの展開になってほしいなってのはちょっとありますよね。うんまあただそうですねただまあ前走そうやなちょっとここ2走の内容がね、うん、私2走前の武蔵野とかこの馬からあったんですけど、はい、ちょっと物足りないですよね。まあ武田騎手乗るのはいい,、ね、い,いけどまあ確かにねあの走る時のインパクトは強烈やから全く無視はできないですけどねでもまあ,あの展開はやっぱ向いてほしいなっていうのはあります。はい、まあでも穴っ,ぽい穴っぽさはありますよねやっぱ無視はできないですよね。はい なななかなか難しいよないや難ししいいいよそんなとこですねはい、はい、というわけで今チャット欄にありますけれども是非直前の見解は概要欄にもあります胸表ネ,ネットノート模集でお買い求めくださいということで以上月曜日段階でのヘブラリーステークスの受賞展望でした。